そうですね、たくさんのお客様からこの武道会展開シリーズに関して応援をされている、応援の声をいただいているのは我々としてもすごい知っていましたし、すごいありがたいことだなというふうに思っていました。ただですね、この17年前の時点でですね、スパーキングメテオ武道会展開地3の時点でですね、我々としてはシリーズとして一つ完成を迎えていたと思っています。でさらにそこからドラゴンボールの他のシリーズのゲームが控えていたこともあったりして、結果として少し長い時間息を潜める形になったんですけれども、昨今プラットフォームだったりとか技術の進歩があり、より当時からしたらですね、もう一段深い体験というか、武道会展開するよりもさらに新しい感動をお客様に届けられると考えまして、このタイミングで新作を作ろうということに至りました。そうですね、今作は武道会展開地シリーズをしっかりと受け継ぐ作品として今作らせていただいていまして、シリーズの作品として作らせていただいています。スパーキングゼロという名前なんですけれども、日本ではもともと武道会展開地シリーズはスパーキングメテオという名前で出ていたものになっておりまして、それと同じシリーズ作品として作っているものになります。なので我々としてはすごいですね、やっぱりシリーズであるがゆえにかなりお客様方からすると、昔遊んでいたいい体験というのを思い出としてはやっぱり持っていただいていると思うので、その思い出というのをですね、今作触った時にこれだよねというふうに思っていただけるように、しっかりと何でしょう、シリーズ作品だと分かるような形でプレイいただけるように、バトルシステムとかはすごい正当進化というか、過去のものをベースとして踏襲するように作らせていただいていますし、そこにさらに新たな要素を加えてより深い体験をしていただくっていうところに我々としてはフォーカスして作らせていただいています。そうですね、進化したポイントとしましては、やはりこのリアルタイムで例えば悟空たちのこの超パワーを体験できるような、そういったパワーアップを遂げているところにはまず大きなところとしてはございます。やはりその我々としてはそのドラゴンボールのキャラクターになりきる体験っていうのをお客さんに楽しんでいただきたくて、すごい力を注いでいるんですけれども、例えば悟空が気を貯める力を貯めるっていうアクションをしただけでも、例えば草木が揺れたりだとか、もう天気が変わったりだとか、そういうことをそのバトルのリアルタイムの中で起こすようなものの、実装させていただいたりですとか、それこそ必殺技カメハメハを打つ、相手を吹っ飛ばすっていうので岩だったりビルとかが壊れながら、すごいダイナミックに壊れながら、本当に超パワーを体験できるような、そういったリアルタイムのグラフィック表現みたいなものをですね、取り入れさせていただいて、以降より深い挑戦者へのなりきり体験というのをお届けできるようにしています。さらに今のリアルタイムの表現に加えまして、よりドラゴンボールらしいアクションを楽しんでいただくにはどうしたらよいかというのを考えまして、例えばその瞬間的にその場から一瞬で相手に近寄って攻撃するバニシングアサルトという新しいシステムだったりだとか、自分が攻撃を食らいながらもその場で反撃を仕掛けることができるような、その原作であったリアルタイムで高速で起こる攻防を実現するためのリベンジカウンターというシステムだったりとか、よりそういう新しいアクションを追加することで、よりドラゴンボールらしいバトルをリアルタイムで自分の手で生み出せるような、そういったバトルシステムの進化というのも今回遂げているような形になります。そうですね、エピソードバトル一部すでに発表させていただいている映像の中とかでは、こう選択肢を表示して、どちらを選んで、それによって物語が少し変わってバトルが少し変わってということもあったりすると思うんですけれども、当然そのような形で選択肢で少しバトルが変わるようなものっていうのは一部あったりします。でそれに加えまして、実はその選択だけではなくて、例えば原作では苦戦してなかなか勝てなかった相手に例えば勝つことができたっていう際に、新しい次のバトルの展開みたいなものが用意されていたりもするので、その選択肢でちょっとした、イフの物語、ちょっと違った物語に体験できるものもあれば、そのバトル自体、そのプレイヤーさんの技術次第で新しい道を切り開くことができる場面というのも一部あったりするので、そういった形で、このエピソードバトルというのはそのキャラクターの気持ちになりきって、どう選択をするのか、どう戦うのかみたいなことをいろいろと試していただきたいなというふうに思っています。1個だけ付け加えさせていただくと、一応このエピソードバトル自体は、原作にあったシチュエーションのバトルを体験できるものっていうものが基本にありますので、どちらかというとイフストーリー、そのイフ そのオリジナルの展開っていうのは、それほど一部のステージに限られているっていうところは一応補足をさせていただきます。そうですね、今回作っていただけるのは、例えばそのシーンのキャラクターの配置だったりとか、
カメラワークだったりとか、まあ、キャラクターのポーズだったりとか表情だったりとか、まあ、そういったものをお客様の中で変えていただくことができます。その変え方としては選択肢が基本的にはありまして、まあ、多いものだと例えばキャラクターの配置だったりすると数十個キャラクターの配置みたいなものもありますし、表情とかも何十種類かあるというものになりますので、そういった選択肢の中から選んでいただいて、まあ、組み合わせてシーンを作り上げていただくというような仕様になります。さらにですね、一応シーンを作った際に、まあ、字幕をつけることができます。テキストで字幕をつけることができるんですけれども、そちらは、5000ほどあるベースのテキストが用意されていまして、その中からまず選んでいただくような形になります。で、加えて一部の名詞、そのキャラクターの名前だったり、悟空とかベジータみたいなキャラクターの名前とかを、まあ、他のキャラクターの名前に置き換えて、まあ、そこでちょっとした会話を成立させるような形でシーンを作っていただくような、まあ、そういった形になります。そうですね、僕はやっぱり一番大事にしているのはこのキャラクターにこうなりきれるという部分を我々としてはすごい大事にしているつもりで作っています。なので、先ほど説明させていただいたような、まあ、リアルタイムでの変化だったりとか、本当にスーパー選手のパワーを、超パワーを体験できる仕組みっていうのももちろんですし、それに加えまして、まあ、キャラクターごとにそれぞれ必殺技だったりだとかアクションが用意されていますし、そろそろ細かいところでいうと、このパンチキックのようなそのアクションの中でも少し動きが違ったりだとか、キャラクターらしい動きになっていたりですとか、そういったところまでですね、力を入れて作っておりますので、まあ、そういった細かいキャラクターごとの特徴、個性みたいなものをぜひそのゲームの中で感じていただけると我々としては嬉しいなと思っています。